言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ナンバーアイの話になりますけれども、ニューアルバムといいますか、9月にアルバム発表ね、発売が発表されましたね。でそれについての話で、実はボンの MV のところにその伏線だったりとか、そのアルバムのリード曲神宮寺くんがプロデュースという、監修というかプロデュースというか、あのリード曲の伏線があったっていう話と、それからツアーに関する伏線もあったなっていうところで、それが話題になっておりましたので語らせていただきます。それからあのアイリーズね、ファンダムネーム決まりましたけれども、とても可愛い名前で、こちらに関してジャマイカの言葉でアイリーという言葉があるんですが、こちらについてそのジャマイカの言葉のそういうのもあったよっていうのをライブで MC でね、3人がナンバーの3人が語っていたというところで、あの自分の考察があのちょっと合っていたのかなと思って少し安心したというところがありました。でそれからね、男性ファンが明らかに増えているなっていうのがあるんですけど、ゴートの時もそうなんですけど、ボン以降でダンスのパフォーマンスのやつね、そのコメントでもありましたけど、ボン以降でさらに増えてるなっていうところがちょっとありまして、そこの部分を自分なりに考察してみたので語らせていただこうと思っています。まずナンバーアイボンの中にリード曲に関する、まあなんていうか伏線があると。リード曲というのは次回のアルバムのリード曲稲妻ですね。あのですね、ボンの MV の最後の方ですよね。皆さんの中でも気づいていらっしゃる方もきっといるでしょう。3分59秒の MV なので、最後の方で歌が終わった後で自転車に乗ってね、平野くん、神宮寺くん、岸くんが自転車に乗ってこう道を走っているなっていうところがあって、団地のような場所のところで走っていて、ラジオからあの紙芝居のおじさんが皆様のいる町々に今日も行きますみたいな感じの話のことをしていて、これはなんかその昭和感というかコントだったりするのかなっていうところの部分だと思っていたし、で空模様ね、実はこれを見て、まあ言うてコミカルに見えるけど、実際にはサンダーロードと言いますか、まあ、サンダーロードはね、ブルース・スプリングスティーンっていうアメリカのロックレジェンドのミュージシャンのね曲ですけどね、あのまあ稲妻の道と言いますか、そういうことなのかなと。そう、実際には大変な道なのかも、雨もあるかもとかね、そういうことなのかなと思ったら、もっとダイレクトな意味でしたね。もうこの段階で察しのいい方は来ていらっしゃるでしょう。神宮寺くんのあの楽曲というか次回のリード曲は稲妻なんですよね。でボンの最後に稲妻が、要するに空模様で雷が鳴っているので、正直だからなんで雷鳴ってるのかななんてね思った人もいるでしょうけど、そういうことだったんですね、ということですよ。稲妻でしたね。はい。でさらには皆さんのいる町々に紙芝居のおじさんたちが行くって話は、ツアーが決定してそれこそ皆さんのいる町へ行くっていう話ですね。はい。それからあのさっきツイッターで見つけたんですが、ステージに出てきた盆栽の形がそのツアーで行く日本列島があったとして、そのツアーで行く町の位置なのではないかっていう考察も出ていました。それについては私が残念ながらライブ会場行けていないので分かんないんですけど、とにかくそういう考察もありました。言うて実は後輩が行っていたのをインスタで見まして、あ、行ってたんだと思って、しかも結構いい席だったようでね。まあそういうことで MV の方でね、そういう感じの伏線があったよということで、実はまだ隠されているものとかあるかもしれませんね。内容量がすごく多い MV だし、謎のモチーフなんかもたくさんあったりするから、当然新曲も出てくるわけで、このボンの MV の中に出てくるモチーフだったりとかね、何かしらあるかもしれないし、なんだったらゴートの中に出てきた何かのモチーフとかもそれに混ざってる可能性もゼロではないかなと、そんなことも考える次第でございまして、考察をね MV でできるっていうのは非常にすごいありがたいことで、オタク心を分かっているなというところでね、私のおしぐるの BE:FIRST の方も結構 MV で考察をさせてくるタイプだったりするんでね、そこの部分の共通点も感じたりしています。はい。少しだけここで BE:FIRST 話を、ですね、
BE:FIRST のアルバムが8月の28日に発売が決定いたしまして、何倍かね9月23日なので、まあ被らずに済んでよかったなと。まあこれBE:FIRST側の動画でも語ったんですが、滝沢社長とスカイハイ社長の方でなんか被んないように調整してるんじゃないかなとかちょっと思ったりしてます。その方がいいですからねっていう風に、まあこれは思っただけですが、はい。あ、ちなみにですけど、BE:FIRST のアルバムの、タイトル 2B になりました。ファーストアルバムが B1 なんですよ。で、最初が1だったから、で、BE:FIRST でもあるんでね、2番目と B で合わせて 2B になりまして、はい、2B、あっていうね。まあでも、まあ、皆さんもよかったら名前 2B なんで、まあ買ってくれとは言いませんが、よかったら聴いてみてください。ナンバーアイのね、アルバム出る、1ヶ月前に出るから、ちょうどその皆さんが、ナンバーアイのね、アルバムが出るのをちょっと待ってる間にね、ちょうど聴けるんじゃないかななんて思ってますから。はい。BE:FIRST のセカンドアルバムが 2B になったので、お知らせいたします。ということで、続きをいきましょう。はい。で、まあ、神宮寺くんのね、プロデュース曲、稲妻が、やはりこのボンの MV の中にあったっていう話と、加えて、MV 話もしたので、ダンスパフォーマンスの方ですね。ダンパフォの方に男性とか高い位の方々とか、以前語りましたが、BTS のファンダムアーミーの方も来てらっしゃるというところがありつつ、男性ファンが増えているなというところを感じるんですね。で、理由なんですが、おそらく私も男性なので、なんとなくその分かるというか、なんとなく思ったことが、日本っていう部分のかっこよさとか、その素晴らしさとか、そういったものを、特にこのボンの楽曲、歌もそうだし、ダンスもそうだし、再確認させていただけたっていうところがでかいかなと個人的には考えています。言うて欧米とかね、韓国のカルチャーが何しろみんなかっこいいっていう風に思いがちですけど、そこの部分もね、あるかもしれませんが、やっぱりこう、日本の文化がすごいっていうところを、本当は言いたいけど言えないとかね、あと、無意識で本当は思ってるんだけど、それを意識していなかったとか、そういうタイプの方が、もしかしたらこのボンのダンスパフォーマンスで、それが気づいたのかもしれず、で、その当然、ビジュアルっていう部分もね、あると思うんですが、男性の場合はそこではなく、そこの、日本人のやっていることとか、そういった日本の文化とかそういったものの部分が出てくるから、それで惹かれてる人がいるんじゃないかなって気がします。それの証拠として日本伝統芸能の人たちも結構そのボンの MV とボンのダンスパフォーマンスに反応をしてくれているっていうことも聞いておりまして、やっぱりそこも含めてナンバーアイがこの日本から世界にっていうところで本当にもう名実ともにこうそれを表しているなっていうところを強く感じる次第でございました。だから男性ファンが増えている理由はいろいろとあると思うんですが、まあ生き様だったりとか、まあ単純に旧事務所への反発心って人もいると思いますが、まあ女性でもそういうタイプもいますよってコメントも前にいただきましたが、まあそこはそこで理由としてあるかもしれませんが、日本文化っていう部分をすごく表してくれているっていうところが大きいのかなって気がします。海外の方も日本文化が好きで、日本っぽいグループっていうか日本の良さっていうものをね、こうディープなところも伝えてくれるっていうところで、それについてはね、まあ言ってみれば前事務所のジャニー喜多川とかもそれをもともと考えていたっていうところもあると聞いていますんで、そこの部分もそうなのかなって気もいたします。はい。それからそのアイリーズの話ですけど、ジャマイカの言葉も MC、ジャマイカの言葉も入ってますよって MC で話していたっていうところで、アイリー、まあジャマイカ語っていうか、あとパトワ語っていうのがあってね、レゲエとかの音楽で、そのパトワ語で歌う人たちも結構います。ボブ・マーリーはね、もちろん英語で歌ってるんですが、とてもこう、簡単な英語で、わかりやすく、ボブ・マーリーがね、英語を母国語というよりは、もともとジャマイカなまりとかもあったりするので、そんなにその英語で発音するっていうのが、そこまでは得意じゃなかったというところがあったようで、でも逆に言うと、シンプルなメッセージでやってきてくれて、それでボブ・マーリーの音楽はすごくね、私たちに響くわけですよ。で、そのボブ・マーリーが生まれた
あの国といいますかね、ジャマイカ、まあ、アイリーって言葉スペルが違うからどうなのかなって話も私自身もしたんですが、まあそこの部分はね、あのもしかしたらスペルが違うとかそういったものではなく、もっとこうヒップホップ的な感覚というか、あの質感とか音感とかでそういう部分でこうやってくるという、ちょっとあの専門的な話になっちゃいますけど、あの韻を踏むっていうところで、あの昔のラッパーと令和とかいうか若手のラッパーとかで結構そのやり方が実は違ったりするというか、あのですね、レジェンドのラッパーというかベテランの人たちは、まあ、全員じゃないんですけど、いわゆる短歌とかね、そういったものでも出てくる、まあ、韻の踏み方、体言止めみたいな感じで、まあ、分かりやすく言うと東京、状況、協調、報道とか、あのがっつりそういう風にあの全部の詩音でやっていくっていう、そういう感じのやつでやることが多いと。ジブラさんのねグループキングギドラなんかも本当にがっつりそれでバンバン韻を踏んでて、むちゃくちゃすごいなって思ってるんですけど、新しめの人たちはその実はちゃんと全部が合ってなくても、喋り方、発音の仕方、歌い方、それからスペルとかも含めて、実はそこはあまりこだわらずにというか、全部その質感とフィーリングでかっこよく聞かせるっていうことが、それがなんか世代的に自然にできるらしくて、それ私もさっきのね東京報道状況とかでがっつり踏まないとみたいな感じの人間だったんで、今の子たちの感覚羨ましいと思うんですが、平野くんたちはその辺の感覚も持ってるんだろうなと。まあ当然ですがね、だからそのスペルの違いとかもろもろ発音の違いとかその辺の部分もあるけど、でも意味合いの部分でパトワ語で嬉しいとか最高とか楽しいって意味合いがアイリーにあるから、まあそんな人生生きてほしいよっていうところの意味合いもあるとは聞いてます、アイリーって言葉には。だからそのいろんな意味があって I love you の部分もあるけど、そのジャマイカの楽しい嬉しい最高って言葉もありつつで、で私含めてね、ちょっと I love you とかを同じ男性に言うのが恥ずかしいとかね、ちょっと抵抗あるっていうタイプの人間にも、ああジャマイカのねアイリーだったらレゲエのそれだったらいけるぜってなったりするんでね、まあそこはいろいろと考え方あると思うんですが、そのように考えました。いやまあそこは私としてはありがたかったしね、まあボブマーリーとかも当然好きなんだろうなってところは、以前そのね番組でボブマーリーをすぐ答えていたって話を聞いたので、はい、そうなんだろうなと思います。本当に音楽が好きなんだなっていうところが改めてわかりますね。素晴らしいと思います。はい、というわけでもろもろね語ってまいりましたけれども、まあ実はボンの MV に次のリード曲稲妻のヒント、それこそ稲妻が空にあったと。でツアーの伏線、皆さんのいるまちまちにとラジオの音楽で流れるような感じ、上芝居のおじさんたちが行くというところでね、はい、まあそういうところもありました。で男性ファンが増えている理由でいろいろあると思うんですが、日本のかっこよさっていう部分を表してくれて、そこがおそらくはね私たちの魂の部分に金銭に響くという言い方ありますけど、そこの部分が大きく作用しているのではないかっていう話と、あとアイリーズの話、コメントでも教えていただきましてね、ありがとうございました。ジャマイカのアイリーも入っているということを平野くんたちが言っていたということだったんで、はい、ありがとうございました。はい、今後もいろいろとまた情報出てくると思いますので語っていきたいと思っております。でね、あまり関係ないですが、今日たまたま代々木公園でジャマイカフェスがあるのでね、遊びに行ってくる予定です。ここでジャマイカの話ができたのもちょっと嬉しかったですね。はい、レゲエ的な楽曲も岸君とかレゲエ合いそうだから、今後やっていくこともありそうだなと思っておりますよ。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、
仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますのでぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんでよろしければお願いいたします。それでは失礼します。